どうもつぶつぶ屋です。暖かくなりホームセンターや園芸店などの売り場に多肉植物がたくさん並んでいます。とても嬉しいことにこの春から多肉植物始めましたという声がちらほら聞かれます。めちゃくちゃ嬉しいですね。そんな方にとって葉挿しやバラ巻き多肉植物たちを増やすっていうのはとてもなんかあれでしょうね、不思議な感じだと思います。コツさえつかめばすくすく増えるんですが、そのコツがなかなかつかめない。結構質問いただいているので、そんな小さなコツをたくさん伝えていけたらなと思います。それでは葉挿しのコツお届けします。こんな感じ、かわいいですね。まずはこちらをご覧ください。この春葉挿しに挑戦したけどなかなか葉っぱが出ないという方、まず一つ目の注意点なんですが、株が成長のスイッチが入っている、ふわっとぐんぐん成長したがっている時に葉挿しするのがおすすめです。なかなか葉挿しが難しい株もあるのでちょっと見比べてみましょう。まずはこちら、どちらが葉挿しがしやすいと思いますか？正解は、はい、こちら。そうなんですね、このようにキュッと紅葉している状態では成長が旺盛とは言いにくいですね。なのでこのようにふわっと成長のスイッチが入った後、葉っぱを取るとめちゃくちゃ葉挿しがしやすいです。紅葉している多肉はとても分かりやすいですね。例えばこちらもそうです。こちら同じものです。冬はこのようにしっかり葉に紅葉が見られます。だんだん春になるとこのように緑が強くなりますね。こうなったら葉挿しとても簡単です。この時期でも出ないわけではないのですが、かなり成長がゆっくりですね。場合によっては出ない場合もあります。続いて紅葉ではないんですが、こんな感じ、冬に白身を帯びるもの、こういった品種はやはりですね、春になると若々しい緑色になります。この状態になったら葉挿しおすすめです。いろんな種類があるのでちょっと分かりにくいなという方は SNS、インスタなどで検索するといいですね。例えばこちら春萌え、春萌えと入れて検索するといろんな春萌えの画像が出てきます。やけに白身を帯びて美しい多肉が出てきた場合、それと同時にですね、若々しいグリーンも出てくると思います。そういう、こう若々しく勢いのある株の時に葉挿しをしましょう。赤く紅葉するものはやはり同じように緑の時期があるんですね。名前で検索、そして若々しい時期を覚えておくのがコツの一つです。それではこちら、ピンクルビーを増やしていきたいと思います。それでは葉っぱを取るんですが、もちろんこちらですね、こちら成長が旺盛な方ですね。葉挿しの成功率が高いのはこの外葉ではなく真ん中ぐらいですね。先端部分すごく小さい葉も結構出るんですけど、その2回り3回りぐらい外側がめちゃくちゃ増やしやすいです。外側から1周2周目ぐらいですかね、そちらも増やしやすいですね。要するに一番外側はちょっと増えにくい、そう覚えておくといいですね。ただですね、あ、増えたがってます。ちょっとこちらに置いといて、株が若いうちは一番外側でも全然葉挿したくさんできます。大きくなった成熟した株だと外側の成功率やや下がっている場合がありますね。こちら株がまだまだ小さく外側も成功性なので全然外側でも葉挿しができます。それでは取っていきましょう。いきます、いきますよ。はい、こんな感じ、しっかり取ると分かりますかね、茎に、葉っぱが残りません。取られた跡がこんな感じです。それではこのまま取ってみます。いきます、はい、綺麗に取れましたね。いきます、わ、綺麗に取れますね。あら、失敗を見せたかったんですけど綺麗に取れます。ちょっとピンクルビーごめんなさい、皆さんのために。いきます、はい、こんな感じ、どうでしょう、茎の根元に葉っぱが残っています。このような状態ではこちらから芽が出てくることはなかなかないですね。なので
きれいにこのように取ってあげることですね。できました。こんな状態ですね。ここまでは皆さんチャレンジされたことがあると思います。ここからなんですが、失敗するパターンが2種類に分かれますね。だんだん溶けていく人、それと芽が出ない人ですね。もし葉っぱをそのまま土に刺して溶けてしまいましたという方、お水が多すぎたのかもしれません。一旦乾燥を待って芽が出た後土に刺してもいいと思います。逆にずっと乾燥させていたけど根は出るけど芽は出ない、いつまでたっても動かないよという方、元気な葉っぱを取ったのにそうなった方は 2,3 日の乾燥を土の上に置いて定期的に少量のお水をあげてください。そうするとすくすく育つはずです。実際にやってみましょう。こちら 2,3 日乾燥した葉っぱだと思って見てください。こちらをイン、ちょっと土に刺しますね。そしてお水をあげます。お水をあげる量なんですが、この土の表面が濡れる程度で大丈夫。こんな感じですね。はい、こんな感じ。すごい簡単。場合によっては霧吹き、ちょっと長めの霧吹きでも大丈夫。明日になったらまた乾燥していると思うのでまたあげます。ちょろっとこんな感じですね。次第に根が張り芽が出てきます。そうなってくると1回にあげる水の量を増やしてあげましょう。どん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 大きくなるとお水をあげる量もどんどん増やします。お水のあげる量が増えると乾燥するまでの時間がかなりかかるようになるので、しっかり乾燥してから再度お水をあげましょう。こちらの繰り返しですくすく育っていくと思います。続いてこちらラブリーローズ。バラみたい、バラみたいですね。めちゃくちゃ可愛いです。ラブリーローズをはじめとする葉っぱで簡単にもりもり増えて成長の早い多肉たち、こういった多肉たちは増やし方もめちゃくちゃ簡単です。あまり気を使う必要がなく、ちょっとしたコツだけ守れば大丈夫。ちょっとやってみたいと思います。大きなラブリーローズがなかったので、ちょっと小さなラブリーローズなんですが、ラブリースモールローズですね。こちらでも十分増やせますので増やしていきたいと思います。いきます。こちらはですね、もう簡単に葉っぱ取れます。揺らすだけですね。1212みたいな感じですね。1212、言う必要はないんですけど、ちょっと言ってしまいますね。1212、はい、こう楽しいですよね。ワクワクします。今からラブリーローズの森ができると思うと、もうワクワクは止まらないですね。はい、簡単です。プチプチプチっと、はい、プチっと、はい、強制的に釘出ししてしまいました。はい、でも枯れることはないです。このままぐんぐん育っていきますね。置き肥などをあげると、この取られた葉っぱの下から小さな子供が吹くこともありますね。小さな子供たちがポコポコポコっと生まれることもあります。まあ、生まれないこともあるんですが、このままどんどん成長していくと葉っぱがこう幾重にも重なっていきます。そうなると途中で切ってあげると枝分かれしますね。それはそれでめちゃくちゃ可愛いです。いつかラブリーローズの仕立て直しもお見せしたいと思います。今日はこちら葉差しですね。こんな感じです。はい、ラブリーローズの葉差しをしたことがあるけどなかなかうまくいかなかったという方、この後のお手入れになるんですが、一度乾燥させると根も芽も出てきます。その後に土の上に巻いても大丈夫です。もしも乾燥を待って根も芽も出なかったという方、そういう方は土の上に置いて霧吹きをしながら根と芽の発根を待ちましょう。こちらはですね、置き場所やご自宅の環境に応じて風通しや光の加減などで得意な増やし方が変わってくるんですね。皆さんの環境がそれぞれ少しずつ違うので、増やし方のベストがちょっとだけ違う、そう考えていただけると嬉しいです。それでは乾燥したものがこちらです。めちゃくちゃ出てます。どうでしょう、めちゃくちゃ出てますね。ちょっと一つ見てみましょうか。いきますよ。はい、見えるでしょうか。葉差しをあまり見たことのない方々にとってはめちゃくちゃ不思議な光景じゃないでしょうか。1枚の葉っぱから立派なラブリーローズがちょこんと顔を出すんですね。こんにちはって感じですね。こんにちは、実際はこんにちはじゃなくて
何でしょうね。はいはい、すぐにちは。あー惜しい。そう聞こえたんならそれでもいいんですけど、実際はつぶっていう前のバブです。はいはい。それではこちら巻いていきたいと思います。いきますよ、植えますよ。めちゃくちゃ大変ですよ。いきますよ。はい、できた。できましたね。すごいですね、多肉植物。こんなのでいいんです。こんなのですごいですね。初めて多肉植物と触れ合う方はちょっとこの人何言ってるかわからない、そう思うかもしれないんですけど、もうこれぐらいで十分なんですね。これをちょっとだけ向き変えてあげましょうか。今のままでも十分育つんですけど、ちょっとだけ向きを変えてあげるとなお早いかもしれませんね。はい、こんな感じです。こんな感じ、すごいですね。生命力です。この可愛らしくて簡単に増えて植物の成長過程を日々楽しめる、ここも多肉植物の魅力の一つなんですね。めちゃくちゃ可愛い。可愛いです。つぶにちわです。おっと、こちらの水やりなんですが、先ほどのピンクルビーと同様、土の表面を湿らせる程度で大丈夫。若干根が出ているので、あっという間に根が土の中に入っていきます。そうすると根もぐんぐん成長していくので、早めにお水の量を増やしていってあげましょう。お水の量を増やすというのは、初めの頃は締める程度、だんだんですね、もう少し締める、もう少し締める、もう少し締める、そんな感じですね。締める量が増えれば増えるほど乾燥までの時間もかかるので、お水をあげる間隔を長くしていってあげましょう。こちらポイントがあるんですけど、しっかり乾いてからあげれば大丈夫です。ただそれだけです。え、何日に1回なんだろう、どうなんだろう、乾いてるのかな、乾いてないのかな、不安になったら1日待てば大丈夫。次の日にはしっかり乾いてるでしょう。あげ忘れて枯れることはなかなかないです。それがですね、10日とか2週間とかあげ忘れるとちょっとこうカピカピっとなっていくんですけど、2、3日や4、5日あげ忘れたぐらいで裸足が全部ダメになってしまうなんてことはありません。ご安心ください。多肉植物たち強いのです。それではそれぞれの赤ちゃんの葉っぱたち、今から芽が出る大切な葉っぱたちの置き場所なんですが、明るい日陰がベストです。え、日当たりのいい場所にいたのになんで明るい場所じゃダメなの、日向じゃダメなのと思うかもしれないんですが、ご覧ください。日当たりが良かったところの葉っぱ、こちらですねに引き換え、葉の根元の部分、こちら色が白いですね。こちらは日陰にいたんですね。要はこういうことです。こちら日向にいたところ、この株元は日陰なんですね。なのでこの中心に近い部分が葉焼けを起こす可能性が大きいです。なので日陰でしばらく管理することをお勧めします。こちらのラブリーローズもそうですね。先端はしっかり色づいてますが、中心付近は色が白いです。こういった場所は日陰にいたのと同じ状態なので、明るい日陰で管理することをお勧めします。それではそれぞれのその後を見ていきましょう。いきますよ。愛情たっぷりに育てていくと、ドン、いきなりこんな感じ、ピンクルルビーもりもりです。ちなみにこちらは葉っぱを3枚刺しているのでもりもりになってしまいましたね。1枚の葉っぱから2つ3つ出てくることもよくあります。エケビリアとは違い、もう分頭が盛んですね。もりもりです。そしてこちらラブリーローズのその後は、まずはこうでしたね。そしてこれが成長してくると、ドン、こんな感じ。さらに成長してくると、ドン、こんな感じですね。あっという間にモリモリ。こちら株分けするとこんな感じ。葉差しで成長の変化を楽しむと毎日がとっても楽しい。ということで今回は葉差しのコツについて説明していきました。いやー、でもやっぱりですね、すごい大切にしていた多肉たちを葉差しで増やす、結構勇気がいります。そして芽が出なかった時や根しか出なかった時、ちょっと寂しい気持ちになります。とてもわかります。ただですね、
コツをつかむと結構出るようになるので、諦めず愛はきっと届きます。そしてそんな愛が届かないとき、ぜひコメント欄に質問をなるべく頑張ってお答えしますので、皆さんが羽差しができるまでちょっとしつこくフォローさせてください。頑張ります。はいはい、どうぞ。ちょっとこの質問をするのが遅かったんですが、羽差しって何ですか？おお、そうですね、日々多肉に囲まれた生活を送っているので、羽差しがもうおはようやいただきますと同じぐらい生活感のあふれる言葉になっていました。なので羽差しについて詳しく考えたことがなかったです。羽差しってなんだ？はい、羽差しとはですね、多肉植物のこの株たちから1枚の葉っぱを取って、それが一株になって増えていくことですね。葉取りなんですね。実は葉刺してるわけじゃなく葉取りなんです。葉増えって言った方がいいのかな。いえ、葉差しです。すいません。そういった葉っぱでどんどん増やしていくことを葉差しと言いますね。なるほど、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。それでは皆さんが頑張って楽しく羽差しが成功しますように。